ブランシュルレ・マルシュは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、マイエンヌ圏のコミューン。コミューンは、県西部にあり、クロンからおよそ2 0トル離れている。イルイコール・エイコール・ビレ圏との境である裏、ゲルシュド・ブルターニュの森の隣にあり、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏、ロワール・アトランティック圏とも近い。マーチズという言葉は、アンジューとブルターニュの辺境地帯であることを指している。ブレームの名は、 テブレミスとして、12世紀の間老修道院の特許状大長に多くの人々が記している。コミューンは、オータン重地方の元教区である。現在は、マイエンヌ・アンジュワン地方に属している。老修道院のシャルトリエは、ブレシャルノン領主の利益のために15世紀に検証を、起贈した。1119年に、ブレシャルノン領主の先祖であるアルベリックは、 ブランシュルレマルシュ教区の創設に関わった。アンシャンレジーム時代、ブランシュルレマルシュは、クロンダン酌量の放道であり、アンジュの大管区の下にあった。創水コール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。